皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはフロントのガックンこと高橋くんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。もうすごいの来た。はい、はい、LFA です。 LFA、 はい、実はこれちょっと1年半前ぐらいにブログにも登場してますし、そうですね、動画も一度あの PV 風のを撮らせていただいてもらってます車両なんですけれども、そういえば紹介してなかったなっていうことで、そうです、はいはい、今回たまたまお預かりする機会があったんで改めてちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、でカスタマイズの話はガックの方からされると思うんで、はいはい、僕は代わりに車両の下調べだけしてきました。はい、でまずもう車がもうすごい、もうよくよく考えたらもう10年経ってるんだよね。そうですね、年式的にはまあちょっとびっくりじゃない、なんかそうですね、なんかもう全然こう時を感じさせない。はい、そしてもう見ないしね。見ないっす。これに続くのもないですもんね。あ、確かにこれに次ぐ車がないんでもう色あせない。はい、そして車がなんか500台限定、日本なんか200台ぐらい。そのわけでちょっと珍しい車を今回ご紹介させていただきたいと思うんですけれども、はい、やっぱりもう車が完成してるんで、はい、もう割とこう手数少ないかなって勝手に思ってるんですけど、そうですね、手数は少ないんですけどパーツが何もないんであったら逆にびっくりそうなんですよ、はい、パーツが本当に何もないんで、でもオーナーさんはいじりたい人なんで、なるほど、ちょっとなかなか苦労しました。苦労の末に完成したこちらの車、はい、今回はどんなことをやってる感じでしょうか。まずはホイールですかね。やってまいりました、はい、ホイール。もう絶対これお前ら何してくれてんねんと、はい、絶対そういう意見もあると思うんですけど、はい、やっぱり LFA 世界限定500台といえどオーナーさんのために作った車じゃないんで、そうですね、はい、やっぱりそこは好みに変えたいとかっていう要望もあると思うんで、はい、まあ、そういうお仕事させていただいてるんで、はい、まあ、今回足元変えたと、はいはい、で変えたホイールがこれが1221アメリカのオーダーメイドの三蔵ホイール 1221、これはもちろんこの LFA 用に合わせて、そうです、あのもう一から原車で採寸してでサイズ決めてっていう感じです。なるほど、もちろんマッチングなんて当時どこもないっす。ないでしょ。ないですじゃあ裏当てで全部測って、まあ、このぐらいの出面でこのぐらいのサイズでっていう。でこちらデザインが0110AP3 半笑いじゃないですか、はい、ちょっとあの後ろで調べてるのは内緒です、はい、1年経っちゃった、はい、でもこれがなんか12で割と昔からある、そうですね、王道のデザインというか、はい、でホイールの構造的には3ピースで、そうですね、はい、インナーリム、アウターリム、ディスクので、またこの立体感のあるフィニッシュでちょっとやっぱりこうシンプルだけど攻めたデザイン。そうですね。でまたこれ色がすごい、うん、色がブラッシュドのローズゴールドっていう。ローズゴールドって言ったの。これ多分ホームページには多分載ってないんですよね。あ、そうなの。う、特注ってこと。特注、いやでもその僕がたまたまこれの話をしてる時にアメリカに行かせてもらって、でその時にあったんですよこの色が。でこれもできるということでこれになったんですよね。じゃあもうガックンのアメリカ出張がちゃんとフィードバックされてる。そうです、ね、フィニッシュになってる。でまたこの色の組み合わせがこの白いボディにこれを持ってくるっていう、この辺はオーナー様のセンスそうですね、もともとこういう色がいいっていうことだったんで、他に色が入ってないんでホイールはこのぐらいちょっと派手にしちゃってもいいんじゃないのかなっていう。車も車なんで確かに他に色が入ってない、はい、キャリパーなんかも黒のままですね、はい、目立つんですけどちゃんと高級感もあって、はいはい、スポーティーさも忘れない、はい、で結構この手の車タイヤホイール交換するとえそこ変えちゃうのとかっていう方も多分いらっしゃると思うんですけど、結構こうハイパーカー特に貴重な車とかはもう僕ら的にはもう本当にタイヤホイール交換積極的にお勧めしたいです、はい、っていうのはやっぱり貴重なタイヤホイールなんで早めに交換して取っとくと。そうですね、はい、極端な例をいくと例えばロールスのブラックバッチとかカーボンリムなんかあるとああいうの修正できなかったりとか、純正ホイールとてつもない金額になっちゃうんで、まあ、この手の車は結構海外なんかでも買えちゃうのが定番というか、はいはい、でしかもかっこいい、かっこいい、性能をスポイルしちゃうんじゃないんですかっていう声もあると思うんですけど、僕的にはやっぱりこうプロアスリート選手でも常にこう試合用の靴履いてるかってそうじゃないんで、やっぱりこう普段街乗りするんであればそれに合った自分の好みに合わせたホイールっていうのがいいんじゃないかなと思います、はい、で今回組み合わせるタイヤはこれはピレリですね。なるほど、 P0、はい、またこの辺のタイヤチョイスも、そうですね、ちょっと引っ張り気味がいいっていうことだったんで、ちょっと引っ張り気味な、フロントは 10J でリアが 13J。 本当 10J じゃないの。 10J です。 すごい。でリアが 13J なんだ。 13J すごっ、はい、
そんなタイヤが装着されております、はい、でまた車高が低い低いんですよ。これもしかしたらちょっと一番低いかもね、 LFA でこんな低いの見たことないって。そうですね、純正だとここまで下がらないんで。聞いたらなんか純正が車庫調なの。これ車庫調です。カヤバの車庫調。で一応調整できるようにはなってるけど、なってますけど本当に微妙な微調整ぐらい。そうですね、で下げちゃうと下げちゃうとストローク幅がちょっとなくなっちゃうということで、でこれはいかようにしてローダウンを、車庫帳も作りました作りましたっていう。じゃあこの車用に。そうです、まあ、もちろんこれもあったらびっくりなんだけど。そうです。じゃあ一から設計してってこと。あの純正一回外して、あでいろいろまあ寸法取りして。なるほど。っていう感じです。まあ車重とか。そうです、はい、スペース的なものを考慮して。そうです。セッティング出してあると。だからこの低い車高でもちゃんとストロークするし走れるようになってると。だって大体このボンネットとフェンダーの高さ一緒だからね。そしてこの形状もそうだし素材もすごいんだよね、車。なんかこのフェンダーとかは全部ファイバーっていう。はい、でフレーム自体もなんか全部カーボンとアルミ。カーボン 65%、 あとカーボンでできないところはアルミ 35% でできてるらしいです。すごいですね。予習してきました。でまたこれがちょっとね、予習したのが、はい、ナショナルジオグラフィック、はい、なんか世界の巨大工場に潜入みたいな動画なんだけど、ちょっと見て、すごいから見てみます。トヨタでまずそのカーボンで車を作ろうってなった時に、まあ、最初そうアルミで作ろうかカーボンで作ろうかっていう、どっちにしようかなみたいな話になった時に、その上司の人が、あじゃあカーボン作ったことないし、じゃあカーボンでチャレンジしてみればいいんじゃないっていう話になったんだけど、トヨタ自動車ってそれまでカーボンでなんかそのフレームを作ったりしたことがなかったらしいの、ね、でじゃあカーボンで、まあ、やったことないけどやるかっていう話になったんだけど、普通だったらこう取引先とかいっぱいあるし、外注にこういうの作ってくださいってお願いするか、もしくはこう材料を買ってきてこう作るのがありそうな話じゃない。けど次ぐらいのシーンで出てきたのが、あのカーボンの繊維を折ってたからね、自社で。旗折り機で折ってたからね、やばーと思って。確かになんかトヨタってトヨタ食器とかっていうなんか旗折り機のメーカーなんだよね、もともと。そうなんですか。らしい。これね、実際その国立博物館に日本で一番最初のやつから旗折り機かなんか展示したの、それ見に行ったことある。へえ。あだから確かにそれ、まあ、繋がってるのは繋がってるけどみたいな。旗折り機で。そう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 。でカーボンの繊維を編むとこからやってこのフレーム作ってる。でこのピラーとかもっとすごくて、ピラーなんかこれ立体的にこうピラーの形にカーボン編んでる。なんか丸いこうワープホールみたいな、なんかこうそのまま真ん中行ったらワープしちゃうんじゃないかみたいな機械でこう立体的にこうカーボン編んでって、そうここのパーツを作りますみたいな。まあちょっと動画見てやばいからやばいっす、はい、話がそれましたけど、はい、そんな足元になってると、はい、であとこの辺は純正なのこれ。そのカーボンは純正ですね。そうなんだ、はい、もう大体車が少なすぎてどれが純正でどれがアップしてるか分かりません、はいはい、あと一点ちょっと予習で気になったのはここがなんかクリア。あこれはこれも作ってるんですよ。あこれも作ったの。オーナーさんのなんかお知り合いでこういう加工をしてらっしゃる方がいて。そうなんだ。これすごいね。これは純正を部品1個手配して、で、まあ、それをベースに、まあ、それをバラしてこのレンズの部分だけ。へえ。でもこれ何回用とかじゃないでしょ。だって LFA 専用でしょ。部品を手配してってこうさらっと言うけど、はい、この辺も結構こう仕様国関係なくみんなオレンジなんだよね。そうですね。あとこの辺もしっかりクリアになってる、はい、であとはなんかこの辺の整流もものすごく考えられてて、ここからここにこう導くようになってるらしいです。だからこうミラーのところにこうピンがついてて、これえぐいっすもんね、形が。えぐいんだよね、形が。大体開け方が分かりません。ここで開けるんでしょうか。そうです、はい、大体見る機会ないよね。そうああなるほど、そうやって開けられるんだ、はい、ちょっと後で中も詳しく見てみたいと思います、はいはい、あと後ろは噂のその 13J が 13J が入ってます。ただ意外にコンケーブ、あでも結構コンケーブしてるか。あとはここがこんなにコンケーブしてるのに、ここの厚みも割と取ってあって。そうです。で12ってどうしてもここをえぐる関係でコンケーブ多少緩くなりがちほど太いのじゃないと。でもだいぶついてますね。だいぶついてる、はい、すごい。そしてサイズ的には325っていう、もう国産車の域を完全に超えております、
もうさすが世界に誇るスーパーカー、はい、そして後ろ行きましょうか。後ろはこの辺はちょっと大人の事情で、そうですね、はい、なんかちょっと、はい、マフラーの色がちょっと、はい、この辺は詳しくはボンド浦和にお問い合わせくださいっていう感じで、はい、あとカスタマイズ的にはあとは内装で、はい、カーボン加工、このセンターの部分のパネルが、あ、それ何純正でその最初からとかじゃないんだ。違います、ニュルパケ、ニュルブルクリンクパッケージがあそこカーボンなんですよ。でそれっぽくカーボン加工、純正を加工してってこと。そうです、そうです。へえ、通常のモデルだとシルバーだったかな、アルミっぽいパネルになるんで。なるほど、はい、そこはカーボン加工してます。はい、だから一見このちょっと車高とタイホイールだけかなと思いきや、まあ、いろいろこだわって。そうですね、足回りもそうだし、はいはい、ホイールも特注だし、はい、まあ、大体特注以外に選択肢がないんですよ。そうなんです、はい、全部特注です、そんな車にしたから、はい、あとはやっぱりこういう貴重な車なんで、まあ、場合によってはこう元に戻せるというか、はいはい、まあ、切った貼ったのカスタマイズしないっていうのは結構重要かなっていう。そうですね、まあ、足回りもホイールもまあ付け替えれば純正に戻るんで、まあ、そうですね、まあ、オーナー様の要望次第ではその後戻りできないカスタムもできますけども、はいはい、やっぱり貴重な車は、まあ、そういった部分も重要になってくるんじゃないかなと、はい、そんなのも得意としてますんで、はい、ぜひぜひ、はい、ボンドショップガックンまで、はいはい、高橋くんまでお添えしていただけるといいんじゃないかなと思います、はい、あとエンジンちょっと見たい。エンジン、あ、エンジンルーム、はい、風がもうカスタマイズ全然関係ないんですけど、これこんなスッと開くの？どうでしょう。バコンとかじゃないんだ。そうですね。しかもめちゃめちゃ軽いっすよ、やっぱり。わ、すげえ。すげえ。専用のボーダー。撮影の時見たけど、改めて見たらすごい。あ、でもそこまで行ってもあれなんだ。油圧のダンパーじゃないんだ。そうなんだ。軽くするためにってことかな。で、この専用の棒が まさかのカーボンっていう、はい、やば。あ、フードこれカーボンなんだ。なんかね、ナショナルジオグラフィックだとファイバーって言ってた。あー、カーボンファイバーの CFRP のこれで、エンジンがこのヤマハ製 V10、はい、確かで、なんか音がフェラーリとかランボとかにない音にするっていうんで、はいはい、なんかその辺の音も研究して作られてるらしいです。で、ちょっとこの辺もナショナルジオグラフィックの一夜漬けの適当情報をぶち込んでいいですか？お願いします。なんかエンジンもヤマハ製なんだけど、エンジン作りますみたいなシーンになって、次のシーンがまずアルミを溶かしますって自社でそこからアルミを溶かして、なんか砂型をトヨタの工場で作って、でそこのトヨタで働く人がこうアルミすくって砂型にこうアルミ流して、で出来上がったなんかブロックを、なんかトヨタが昔 F1 に参戦してた時の設備がまだ残ってるんだって。でそこでなんか全部加工して、で部品が揃ったらそれをヤマハに持ってって、でヤマハで組み立てる。でヤマハの職人さんがなんか2日かけて1台組む。で組んだ職人さんの名前がなんかこの辺に入ってるとかっていう。あ、これかこれかこれか。だから AMG のエンジンみたいな入ってる。そう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 。初めて見た。1人1台2日かけて組むの。すげえ。でしかも組んだエンジンを半日かけてエンジンベンチでテストするんだって。あ、半日するんだって。でそんで完成したらそれをトヨタに戻して、トヨタでこう車載して、で完成する。あ、で完成した車は1週間かけてテストするこうさせたりとか。であとなんかそのメーターもなんかレスポンスが良すぎて、アナログのメーターだと追いつかないからデジタルになってる。でなんかサウンドもなんかヤマハチューン。この中の構造がかなり特殊で、なんか高音は車内の上の方から、低音は車内の下の方からなんか出るようになってて、それはなんか調べました。なんかサウンドチューニングもされてるっていう、とてつもないエンジン、これが搭載されてるっていう、はい、また搭載値がめっちゃ低い、びっくりけど整備性はすごくいいっていう。でしっかりこの辺がオーナー様の好みでしょうか、はい、下のネジに全部変わってるっていう、はい、まあ、この LFA で遊べる人もそういないと思うん で、 うんです、ね、やってることがすごい、ね、ちょっとじゃあ天使の咆哮と言われてるこのサウンド、ただちょっと大人の事情があるんでちょっと不良になっちゃってますけど、ちょっと聞いてみたいと思います。ガクお願いします。はい。
あのすごすぎます。なんか 0.5 秒でなんかレッドゾーンまで触れちゃうんでしょ。やったことないですけどとかって言ってました、はい、あのちゃんとオーナー様に許可得て撮影してますんで、はい、ちょっとあとは内装をちょっと、なかなか LFA の運転席からの視界知ってるぜっていう人もいないと思うんで、ちょっとお届けしたいと思います。わすごい、めちゃめちゃかっこいいねこれ。本当に内装もなんか10年経っても全然こう、そうですね、色褪せないというか見劣りしない、すごい。そしてちょっとじゃあかけてみたいと思います。あ、キーは、え、っていうかペダルこれなの。そうなんです、初めて知った。キーもカーボン。あ、そうなんだ、本当だ、鍵もカーボンです。すごっ、これもレーシングカーじゃん、すげえ。さすがにこれは知らなかったです。そしてちょっとかけてみたいと思います。キーは回してこれを押す感じ、ブレーキニュートラルに入れてもらって、あ、ニュートラルにするんだ。ニュートラルはこれどうする、あ、これ両引きってこと。両引きです。へい、ああなるほど、両引きしてニュートラルにしてかけると。おランボとか、あのいろいろこうブリッピングとか見させてもらいましたけど、やばいね、やばいっす、ゾクゾクってした。こんなちょっと貴重な体験をさせていただきました。すごい、すごい。あのちょっと繰り返しになりますけれども、あの天使の方向ではないので、はい、ちょっとあのね、思春期ちょっとあのグレちゃった感じで、はい、ちょっと詳しくはガックにお問い合わせください。というわけで今回は LFA を紹介させていただいたんですけれども、はい、こういうちょっと特殊な車両もお任せくださいっていう感じで大丈夫ですか。まあまあお手柔らかに、はい、あとはまあやっぱり特殊な車両だとパーツがないんで、そうですね、まあ、その点あのご相談いただければ、はい、いろいろこうワンオフで作れたりなんかもするものもあると思いますので、はい、まあ何でも裏当て高橋君までご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。